いたい植物に会えて満足だよ。ありがとうソフィー。ほんと、あなたに付き合わされてクタクタよ。いいじゃないか、最終的にはモニカのためにもなるんだぜ。どういうこと？オイラが植物を見つけることでソフィーが新しい錬金術を使えるようになるからさ。ほら、その調合品を使えるようになるモニカにもちゃんと利益が出るだろ。あなたね、あははそうかもね。そのためにも頑張って調合しなくっちゃ。ああ、そうしてくれると植物のみんなも喜ぶよ。また植物の声ってわけ？せっかく気持ちを伝え合えるんだ、ならばそれを人間のみんなに伝えるのがオイラの役割ってもんだろ。はいはい。